こんにちは、おじさんです。お好み焼き。ちょっと、こういうの、2、3分ぐらいで。3分ぐらいほど動画を流してみます。広島風お好み焼きです。今日は、あー、ハートね。これハートです、弟おじさん。そう。うん。あ、いい。わし、使おう。うん、使おう、使おう。うん、いいですよ。ソース、マヨネーズ、無料です。店によってはマヨネーズがかかるけどね。あれちょっと、知らんかったんじゃん。わし、知っとったわよ。ハートかけ、ハートはちょっと無理なんですね、おじさんは。あ、かけた。あ、かけた、ハート。あ、かけた。あ、ちょっとでも、ハートじゃ、ハートっぽく。ちょっと違うな。まあ、いいよ。画像が動きますが、すいませんね、皆さん。ちょっとこっちを使ってやってみましょう。よし、食べよう。もらう。うん、いいよ。まずこうやって。あ、これでできた、できた。でかいの。からしの、からしのハートです。からしのハートにシャ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 七味をかけて、まあおじさん大丈夫ですからね、唐辛子を食う方ですから、大が余裕っす。広島風お好み焼き、こうです。こう切ります。まあ広島風をちゃんと食べるのできるんでしょ。話の題材で使うぐらいですから、おじさんは。広島風お好み焼き、あ、本館と。そうそう、話しかけよるのに。あ、本じゃない、小説か。そうそう、それお好み焼きを題材にしたのが2つぐらいある。2つなら3つぐらいあるか。だけやっぱりできんやけんだろう。広島と来たらやっぱり広島風お好み焼きでしょう。こんな感じです。辛子がちょっと量が多いかったかな。まあ辛子の量がちょっと多いかったかな。まあとりあえず3分ほど回したらすいませんが、おじさんも食べるので切ります。あとは今日は夜は帰って、そんな感じですね。広島風お好み焼きということで、ご聴取ありがとうございました。チャンネル登録とすいませんが、よろしくお願いします。広島風お好み焼き屋さんからでした。